中国、地図に釣魚島を明示、領土の範囲改めて義務化。中国自然資源省は14日、自国の地図に関する新たな規定を公表し、釣魚島、沖縄県尖閣諸島の中国名を中国領として明示するよう改めて義務付けた。国家主権と安全、発展の利益を守るための規定だと説明し、中国の領土の範囲を正確に反映させると強調した。中国は2003年にも釣魚島を地図上に表示しなければならないとする同様の規定を発表している。今回の規定では中国大陸や台湾だけでなく、南シナ海の島々や釣魚島と付属の島嶼など重要な島を地図上に表示するという表現が使われた。また前回同様、台湾を台湾省として本土の各省と同格の行政単位とし、釣魚島を台湾の一部と定めた。尖閣諸島の領有権を主張する中国は、同諸島周辺での活動を活発化させており、日中間で緊張が高まっている。中国海警局、尖閣周辺での圧力背景に、艦船装備の増強、第二海軍化を進め、最大の狙いは正規軍使わずに赤兵士、日本は海保海事一体化の法整備をせらし、米国が撃墜した中国の偵察気球、スパイ気球と類似する気球が日本各地で目撃されていたことが注目されているが、沖縄県尖閣諸島周辺海域には連日のように中国海警局の艦船が侵入している。中国の習近平政権は2021年2月、海警局に武器使用を認める海警法を施行した。以来、海警局は海軍出身者をトップにし、規模や装備の増強を続けるなど、第二海軍化を進めている。日本の海上保安庁も体制充実を図っているが、中国側は質量で引き離しつつある。岸田文雄政権は、今そこにある危機に早急に対処し、日本固有の領土を守りきらねばならない。法律に照らして必要な措置を取り、警告して追い払った。海警局の報道官は1月30日、こんな主張を行った。この日、尖閣諸島を行政区域とする沖縄県石垣市が、東海大学の海洋調査船で尖閣周辺で環境調査を行っていた。これに合わせて海警局船が領海侵入したことを報道官は追い払ったと強弁したのだ。許しがたいことに、海警局船は連日のように尖閣周辺海域を航行している。海上保安庁の統計によれば、1月は28日間にわたって日本の接続水域に入り、うち2日は領海侵入している。中国海警察局が圧力を強める背景には艦船の増強がある。海上保安庁の海上保安レポート2022には、1000トン級括弧総トン数以上の海保巡視船と1000トン級満載排水量以上の海警局所属の船舶の数を比較したデータが掲載されている。別表。これによると、12年には海保が51隻、海警局が40隻で、海保の方が上回っていたが、14年に逆転され、21年には海保が70隻、海警局が132隻と大差をつけられた。中国海軍から海警局への艦船移管も進んでいる。昨年9月には海軍の056型コルベットが移管され、3隻が訓練に参加したことが明らかになった。中国共産党機関紙人民日報系の環球時報（英語版）は、中国の主権、安全、海洋権益を守る能力を大幅に高めると伝えた。艦船数だけでなく、装備面でも増強が図られている。昨年11月、尖閣諸島周辺の領海に侵入した海警局船には、過去最大とみられる
76ミリ砲が搭載されていた。日本の防衛省のシンクタンクである防衛研究所が昨年11月に公表した中国安全保障レポート2023には、中国海警局について、すでに中国海警は世界最大の海上法執行機関部隊になっている。装備だけでなく海上でのオペレーションや訓練において海軍との連携を深めていると記されている。海警局を第二海軍化することで中国は何を目指しているのか。中国に詳しい評論家の関平氏は、最大の狙いは正規軍を使わずに相手の島を奪うなど実力行使することだ。実際には準軍事的組織としての攻撃力を持つが、表向きは警察的組織である海警が、例えば日本の漁船や海保の巡視船を攻撃したとしても、中国政府の解釈では自分たちを守るための警察行動となる。海保では対抗できずに自衛隊が出動すると、中国海軍が出動する口実を作ることもできる。とても厄介な存在だと解説する。海警が今後もさらに軍事力を高めるとの見方もある。軍事ジャーナリストの世良光弘氏は、日本の海保と海上自衛隊の関係に比べて、中国の海警と海軍の方が組織的にシームレスのため、船舶の異常も簡単に行っている。今後も大型の武器を積んだ海警局船がどんどん領海侵入してくることが予想される。大陸国家で係争地域にピンポイントで艦船を送ることのできる中国に対し、四方を海に囲まれた海洋国家の日本は尖閣だけに集中するわけにもいかない。運用的にはシビアな状況のはずで、海保の現場の隊員たちは相当苦労していると思うと話す。日本はどうすべきか。世良氏は、海警局船の大型化は長期の活動が可能になっているということだ。海警の背後には中国海軍の存在がある。海保と海事が一体化して動けるような法律を作り、体制を構築しないといけないと語った。偵察気球事態の中、米 NSC の中国担当上級部長が退任へ。米ホワイトハウスで中国とロシアのイシューを担当してきた上級部長2人が同時に退任する。今月初めの中国偵察気球撃墜事件で、米中の緊張が高まる中、対中国政策の第一線にいる実務責任者の退任が伝えられ、その理由に関心が集まっている。ブルームバーグ通信は15日現地時間、米国家安全保障会議 NSC のローゼンバーガー上級部長、中国台湾担当が来月退任するとホワイトハウス当局者の話を引用して伝えた。米国は今月4日に大西洋上空で撃墜した中国偵察気球の背後に中国軍があるとし、領土主権侵害を主張している。一方、中国は民間の気球だとし、米国の対応は過度だと抗議している。このため両国の溝が深まったことで、中国とロシアを担当するホワイトハウスの上級部長2人が退任するという見方が出てきた。しかし、ホワイトハウス当局者はローゼンバーガー氏の退任はこの事件以前から計画されていたとし、今回の事件をめぐる米中間の葛藤とは関係がないと強調した。サリバン大統領補佐官国家安全保障問題担当は、バイデン大統領のもと、我々は中国に打ち勝ち、自由で開かれたインド太平洋を前進させる準備がこれまで以上に整っているとし、この政府の初日からローゼンバーガー氏の外交手腕と粘り強さは政権の優先事項への対応で不可欠であり、その献身に深く感謝していると述べた。ローゼンバーガー氏の後任には、米国務省で中国モンゴルを担当してきたサラ・ベラン氏が任命されるという。ロシア中央アジア担当のエリック・グリーン上級部長も近く退任する予定だとブルームバーグは伝えた。